ビーガン、小学校を襲撃し大炎上。いわゆるビーガンが東京都内の小学校に対して動物の死体が印刷されたパネルを設置などして見せつけたりし、職員の警告なども無視してしまったため、被害が殺到し大炎上してしまっております。こちら被害にあったのは、足立区立高等小学校と思われますが、大人が自分の責任で食わず嫌い、 変色を行うのは自由ではございますが、それをですね、このような形で子供に強制させようとするのはおかしいんじゃないでしょうか。業務妨害や違法看板に当たるものと思われますので、警察には犯人を検挙していただくようにお願いいたします。また、まあ、この画像を見ていたら、お肉が食べたくなってまいりましたので、 明日は焼肉にしようかと思います。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。